どうもー、影やんです。今日は2021年4月18日日曜日、日曜日の朝の空とちょっとまあまあ晴れといえば晴れというようなこう天気ですかね。ちょっと今日涼しめですね。ちょっと寒い、むちゃくちゃ寒いこともないしですけども、ちょっと寒めの朝ですね。気温はちょっと低めかなという感じはしますね。昨日雨やったんで、今日はまあ晴れてくれるといいかなというような感じはしておりますが、これが、山中ですね。山中いい感じでこう育ってきてますよね。もうちょっとで食べられる状態になるというところで、今年初のね、キャベツは食ったんか、だから、2個目かの産地ですね。これが食べれるのも、間近かなというふうにこう思います。これはまあまあ、楽しみというか、せっかくもその育てたんでね、美味しく食べたいなというふうに思います。でですね、でこれが、新たにですね、先週の、休日に買った野菜一つがこれ、水菜ですね。まだまだ全然こう小さいですね。こっからこう、育っていってくれるのを待つと、わーっとこうもう大きくこうなっていくそうなので、これはもうちょっとかかりますね。そしてこっちがちょっとキュウリですね。キュウリなんですけども、まだこうキュウリの元みたいなものもまだできてない状態ですね。これもこれからということになると思います。まあどちらにしろね、こう、ちょっとずつこう光を当てるようにしながらですね、こう育っていってくれるのをこうお待ちで待っていくっていう感じですね。まあ山中はまあある程度もうちょっとというのはこう見えてきてるんで、あとついこっちの側ですね、こっち側がまあ育っていくのをこう待とうかというところです。ということで今日は日曜日なんでね、ゆっくりお休みくださいということで、今日も張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。